それがあの DNA 鑑定書が出てきて 99.9999% その不倫相手の子ですっていう、うん、奥さんの不倫が分かってからからもいろんな気持ちがこうね踏みにじられて踏みにじられて、うん、2階の部屋でなんか話し声が聞こえて、内容までは全く聞き取れなかったので、ワンフレーズだけその鮮明に覚えてるのがあって、うん、それがあのまだ旦那には話してない、出た真っ白になるね、 そのキーワードが聞こえてくると、はい、そう、出会い手と会う機会、うん、はい、近くにいるみたい、うん、言っててあのじゃあ謝ってもらいたいんだったら謝らせるよみたいな元嫁が言い始めたんで、玄関であの2人でですね、元嫁とその不手相手が土下座、うん、まあ、その時の格好もちょっと自分は嫌だったんですけど、その半袖、うん、短パン、半袖短パン素足、まあ、こういったあのものを、うわ生々しい、はい、肉体関係の回数まで、あ、そうですね、書いてますね、はい、10回自宅において肉体関係を持ちて、はい、連書の書き方がもうすごい嫌だったもうカチンとくる連書の書き方だなフリーさんいらっしゃい。さあ始まりました、フリーさんいらっしゃい。このコーナーはですね、不倫というものをさまざまな角度から見て、人はなぜ不倫をしてしまうのか、不倫とは一体何なのかなどをみんなで一緒に考えていこうという企画です。そして本日は不倫をされてしまったという被害者のされの方をですねお呼びしてお話聞いていきたいと思います。ネット用語では、不倫をされた方をなんかされというらしくて、不倫をされてしまった妻をされ妻、不倫をされてしまった夫され夫というらしいんですが、今回はされ夫の方にお越しいただいております。早速お呼びいたしましょう。フリッさんいらっしゃい。やっぱ、まあ、見た目では当然そうなんですけど、不倫をねする人もそうですけど、される人もこう見た目だけじゃやっぱ分からないし、シュッとしてるね、なんかイケメンのお兄さんですけども、ちょっとお話聞いていきたいと思います。ではお入りください、どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。失礼します。今回こう奥さんに不倫をされてしまったされ夫さんということで間違いないでしょうか。はい、間違いないです。今からねまたちょっとね思い出したくない話をここで僕は聞かなきゃいけないんですが、うん、これ同じ状況の方もねたくさんいると思いますから、今日はじっくりお話聞けたらなと思います、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ結婚したのはいつ。結婚したのは昨年の8月の8日。え、じゃあちょうど1年ちょっとですね。まあそうですね、新婚ですね。だから新婚です、はい、奥様と1年前に結婚して、はい、でこの短い間に発覚したってことですか。そうです、この1年の間に。この1年の間に。一応あのそうです、あと家を新築で買ってんですか、はい、じゃあ結婚するのを機に。そうですね、はい。じゃあローンが残ってるんですか。残ってる。まあ、それは一応ペアローンっていうか、ペアローン、あの2人でローン組むやつですね、はい、そうですね、はい、その方が審査通りやすいし返済が楽になるっていう、はい、あのペアローン、ペアローンです、はい、ペアローン組んだのに不倫が発覚。そうですね、どういう経緯で不倫が発覚したんですか。なんか予兆みたいなのあったんですか。あ、予兆、そうですね、うん、ありまして、もともと交際してた期間がまあ、5年半ぐらいなんですけど、その間2年間ぐらい同棲をしてまして、うん、まあ、その頃から、まあ、年下なんですけれども、うん、まあ、家に帰ってくることが少なくて。あら、まあ、でもそれはお付き合いしてる時ですもんね、はい、結婚してる時じゃなくて、じゃなくて、うん、そこは別に私も全然、うん、まあ、自由にすればいい、はい、すればいいっていうのと、まあ、ちょっと自分の方が年が上なので、
まあ、あの遊んでもらっても全然構わないなっていう、うん、結婚してるわけでもないし、まあ、息抜きも必要だよねぐらいのことですよね、はい、そうですね、はい、うん、で実際にその、まあ、結婚してから、うん、それも家に帰ってこないっていうことが多々ありました、うん、結婚してもしてそれが続く。そうですね、はい、うん、まあ、あのイベントの時に帰ってこないことが多くて。イベントっていうのは例えばクリスマス。おー、そういうなんかカップルでの主要なイベントごとの時に帰ってこない、はいはい、そうですね。あとは年越しじゃあもう年末年始はもう一人ですね。カウントダウンも一人と、あと、あ、そうですね。でもペアローンを組んで家を建てるぐらい言ったら、はい、結婚したばかりで家を新築でしょ、はい、で家を建ててんのに、はい、そんな帰ってこないとかとかあるんですか。年越しの時はなんか話によると、あの実家に帰る人もなんかいるって、最後のその家族の年越しみたいなのあるからっていうのも何人かいたんで、うん、あのそれかなっていう考えで自分はいたんで。そうか、これから、はい、こっちで家族という形態を作ったから、はい、それまでの家族と年末年始過ごすかって思ってたんだ、はい、そうですね、まあ、だからそんなに違和感はないですよね。違和感、まあ、それを聞くと、はい、うん、私も全くその時気づいてなくて、うん、あとは誕生日、私のですね、旦那さんの誕生日にでも帰ってこないっていうのはどういうあれなんだろう。でもなんか別日でお祝いみたいなのあるんでしょ。あ、そうですね、前日前倒しにあったので、うん、まあ別に今後ずっといるんで、うん、それぐらいは許容範囲かなっていうところで。でもその時にも、はい、要は帰ってこなかったってことですよね、誕生日の時に。はい、でその誕生日の時にもおそらく不倫相手の方と会ってたんじゃないかってことですか。今思えばそうですね、うん、でも、うん、まあ今の話聞いてたらまだ新婚だし、はい、今までのその同棲生活の中でもまあ泊まりに行って帰ってこない時もあるから、はい、友達とよく遊びに行く人なのかな、はい、でもとどめられますよね。そうです。何で、あ、不倫だってなったんですか。今年の3月に、うん、まあ、家のその、まあ、元嫁の部屋にあの掃除で入って、うん、まあ、クローゼット開けたら、うん、あの、まあ、市役所の封筒、うん、結構珍しいんですよ、元嫁からするとそういった書類ごとやんないので、うん、があって、まあ、中見たらその離婚届。離婚届、はい、がありまして、おやと思いますね。そうですね、もうなんかそんなこと考えてんのかってね、うん、そうですね、まあ、家買って、うん、もう本当にあと一緒に暮らして暮らし始めたばっかりでしょ。そうですね、なので理由なんだろうって自分も思って、うん、なんでこの離婚届をあの奥さんは持って帰ってきてんだろうは思いますよね。でその理由をまあ一旦考えてて、うん、まあ、左の方向、そのクローゼットの端を見たら、うん、まあ、会社勤めなんですけど元嫁の方が、うん、まあ、あの産休届、育休届の封筒が、産休届、育休届ってことは赤ちゃんを身ごもったっていうことでしょうね。そうですね、うん、はい、でもそれでいくと離婚届はなぜってなりますね。そうなんですね、私もそれで考えて、うん、で産休届の中に、まあ、あの出産予定日が書いてあって、うん、生まれるサイクル的には、まあ、私がその性交渉したタイミングと合ってたので、うん、あ、じゃああの時の夜でできた子なんだ。そうですね、でもそれはハッピーな話ですよね。そうですね、なのに離婚届があるから、うん、複雑あと思って、うん、で、まあ、実際そこから、まあ、2週間からぐらいですかね、ずっと放置してて、まあ、とりあえずそ、ね、その何相手が何か言ってくるだろうっていうので、マッチの姿勢に決めたんだ、はい、そうです、はい、うわ気が気じゃない2週間だな、はい、ハッピーなんだけどこの離婚届 でもその時なんか精神的に不安定になって、はい、ちょっとね気持ちがあのふらつくみたいなことでしかもう想像できないですよね。そうですね、うん、まあ、正直その時の判断とかよく分からなかったんですけど、うん、あのすぐ行った方がいいのか、うん、誰にも言えなかったので、うん、この話を相談できないですよね、はい、なのでとりあえず行ってもらうのを待とうっていうので2週間、はい、2週間ぐらい。じゃあ2週間後に言ってきたんですか。あ、
全くなかったですね。全くない。2週間待っても、そのことを触れず。そうですね、赤ちゃんができたっていうことも触れず。触れず、はい、普通はもう赤ちゃんがねできたら、はい、できたよ、そうです、ね、私たちの子がってなるけどね、はいはい、いつ来るんだろうっていうのはずっと思ってたんですけど、うん、まあなかったので、うん、それからもずっと待ってたんですけど、待ちで、はい、もうとにかく彼女が何か言ってくるまで待とうと。そうですね、うん、ある時私が、まあ、お風呂入って、うん、結構長く入るタイプなんですけど、うん、その日はシャワーもうほんと3分ぐらいで、短めに終わって出て、その時もう嫁帰ってたので、うん、出てどこにいるんだろうと思ったら、まあ、なんか2階の部屋でなんか話し声が聞こえて、うん、何だろうと思って、まあ、住んでるの私と嫁だけなので2人っきりだから、うん、ね、誰と話してんだろう。そうですね、おかしいなと思ってちょっと2階に上がって、うん、ちょっと聞いてたんですよ、うん、でその内容までは全く聞き取れなかったので、ワンフレーズだけその鮮明に覚えてるのがあって、うん、それがまだ旦那には話してない。出た。まだ旦那には話してないんだよねっていうフレーズだけがバーンって入ってきた。そうです、そこしか逆に多分もう覚えてないんですけど、何かしら真っ白になるね、そのキーワードが聞こえてくると、はい、そうですね、相手まず誰なんだって話にもなるし、そうです、友達なのかその男なのかもまだ分かんないですもんね、はい、まあ、分からない。2週間前にこう見てしまった離婚届とその育休届と、今まさに奥さんが誰かと話してる、はい、旦那にはまだ言ってないんだよ、ね、もうこのキーワードだけでもすごい嫌、そうです、ね、もやもやする、はい、いろいろちょっと連想しちゃって、うん、そのまま聞いてるのも嫌だなと思ったんで、うん、下に下がろうと思ったら、うん、まあ、スリッパ履いてたんで家の中で、うん、まあ、そのスリッパがこうペタンっていう、あ、音がね、音が鳴ってしまって、うん、何ってなって、そうですね、したらその元嫁が反応して、うん、え、聞いてたのみたいな、え、今の話聞いてたのって、はい、いやもうそれも言われるのが嫌でも次から次へと嫌なキーワードが、そうですね、私はそれでタオル巻いて裸だったので、うん、2階にその下着とかがあったので、うん、風呂上がったばっかりだもんね、はい、下着取りに行こうと思ったら聞こえてきて、そうです、うん、自分はいや、もう下着取りに来たっていうのだけ言って、じゃあこらえたの。そうですね、まだどういう内容なのかもわからないので、うん、すごい、はい、街の姿勢取るね。そうですね、でももう気が気じゃないでしょその時は。そうです、今までのその離婚届と育休届と旦那にはまだ行ってないんだよね、プラス聞いてたのは聞いてないよ、その、うん、え、何の話みたいなんでその場やり過ごしたんだ。そうですね、でそこからそのモヤモヤ状態でまたしばらく過ごすんですか。いや、その日に、うん、下に下がったタイミングで、うん、まあ、元嫁が電話終わって、うん、リビングに降りてきたんですけど、まあ、その時にちょっと私も少し感情的になって、うん、とりあえずそのダイニングテーブルのところに座らせて、うん、もう全部知ってるから話してよと、かまかけたんだ。そうですね、うん、何も知らないんです。何も知らないけどね、そのキーワードだけはあるけど、はい、なんか嫌な予感がするから、はい、俺はもう全部知ってるからもうとにかく話してくれと、はい、うん、そしたら、まあ、自分が知りたかったのは子供のことと、うん、が一番その知りたかったことなんですけど、うん、何も言わない、別に何もないよって奥さんが言った、はい、私はまあその、まあ、今までの帰ってこなかったことを含めて、うん、離婚届と産休育休届があったので、まあ、これは不倫してるんだろうなって思ったんで、まあ、本当に全部知ってるから今言った方がいいよっていうのをずっと言い続けて、うんうん、もう俺は知ってるから、はい、もういろいろなことが分かってるんだ、だから言ってほしい、はいはい、自分の口から言ってほしいって言ったんだ。そうです、うん、したらその不倫してましたっていうのを、わー、何をきっかけに喋り始めるんだろう。ずっと我慢してたのに、もうでも観念するんだね、はい、ベラベラベラと喋り始めて、はい、うん、まあ、子供の話もまずそこが一番聞きたかったので、 それは自分の子、あ、なるほど、よかったなと、うん、でじゃあ離婚届は何なのっていう。そうだよね、うん、不倫してるの、はい、分かりました、はい、でも俺たちの間に子供ができました、はい、なぜ離婚届なのか、はい、
まあ、正直なんかその時一番自分辛いなと思ったのが、その男性として魅力がないっていう、その離婚したい理由が、うん、って言われたんだ、はい、であとはそのまあセックスレスっていうので、うん、離婚したいっていうような急だな。そうですね、2人でローン組んで、はい、家建てたばかりで、はい、子供ができたばかりで、はい、セックスレスだから離婚したい、はい、よく理由としては通らないですけどね、はい、通らないですね。なんで自分もその婚姻期間短いので、うん、まあ、再構築といいますか、うん、そのずっと一緒にいたいっていうのは伝え続けてたんですけど、まあ、そのあ、じゃあもうその許すからと。そうです、不倫は許す、でも俺たちの間にはもう子供ができたから家庭を守っていこうよっていう提案をしたんだ、はい、そうです。だいぶ譲ってたけどね、それも。そうですね、本当は腹渡に煮えくり返ってるけど、はい、でもまあ子供がいるんだったらこらえられるっていうところもあるもんね。そうですね、うん、ずっと離婚したいって元嫁が言うので、うん、まあ、その場合は条件として、うん、まあ、慰謝料、まあ、400万ぐらいですかね、最初提示したのが、うん、であとはその住宅ローンのローン、うん、購入金額よりもその売却した金額が下回った場合は払ってねっていうのと、うん、あとは養育費はもう一緒に入れないんだったら払わない、うん、その条件だったらっていうのを伝えたんですけど、うん、まあ、その根底にはずっと一緒にいたいっていうのは伝え続けて、うん、あ、はい、俺は一緒にいたいんだけど、はい、そのもしあなたが離婚にずっとこだわるから、はい、だったとしたらこの条件じゃないと嫌だと、はい、で考え直してくれると思ってたよね。そうです、うん、はい、でもそれでも離婚したいと。へえ、かたくなだな、はい、だって許してくれてんのに、はい、そうなんですね、まあ、そこでその日はそういった押し問答がずっとあって、うん、決着がつかずだったので、それで、一旦まあ話し合いは終えて、しばらくじゃそのまま生活するんですか。そうですね、1ヶ月ほどですかね、その、うん、まあ、冷戦期間、冷戦いろいろ考えようと、お互いにね、はい、まあ、元嫁の方が休みが合わないんですけど、私が土日休みで、うん、元嫁はちょっと休みが違うんですけども、有給取って一緒に子供が生まれるっていうので、うん、そのベビー用品を、あら、え、2人で。あ、そうです。あ、じゃあちょっとね、なんか、はい、まあ、2人でやっぱり、はい、子供を育てていこうっていう気持ちが高まってきたのかな。そうですね、一緒に。なので子供用品を買いに行ったってことでしょ。あ、買いに行った、耳とだけ。あ、見に行ったんだ。そうですね、あ、どんなのがいいかなって。その時には普通の会話を。そうですね、まあ、でも、うんと、何ヶ月ぐらいですか。子供はその時が5ヶ月6ヶ月ぐらい。5ヶ月か。1時間ぐらい多分そこの周辺見れてたんで、まあ、その時はもう一緒に入れるんだろうなって。そうよね、はい、だってベビー用品を一緒に見て、はい、あらこうだ言うでしょ。だってそうです、ね、こんなのが似合うよねとか、はい、これかわいいねとかって話するんでしょ、はいはい、そうですね。それは普通にその会話を繰り広げられてた。あ、そうですね、はい、ほう。だったらなんかいい方向にね。そうですね、自分もこのまま、うん、不倫は許して過ごしていくんだろうなっていうので、うん、子供ができるっていうのも、うん、まあ、仲いいその先輩とか友人とか、うん、母親、父親、まあ、そう話すよね、はい、でおめでとうってなるよ ね。 そうですね。で複雑だけど。そうですね、ちょっと、まあ、ちょっとね、はい、いろいろあったんですけど、はい、でもまあいろいろあったけど、はい、2人の間に子供ができました。そうです、ね、うん、まあ、祝福されたので、うん、まあ、その一緒に出かけたりもできるんで、まあ大丈夫だなと思ってた、うんうん、それが違ったんですか。そうですね。え、また何かが起きるんですか。そうですね、いつ何が起きるんですか。まあ、そのゴールデンウィーク明けぐらいに、うん、まあ、また嫁が帰ってこなくなる、うん、モードに入っちゃったんですよ。今までそのベビーカーベビー用品とか一緒に見に行って、はい、まあ、ちょっと将来も考え始めたかなと思ってたのに、うん、急にまた帰ってこなくなった。5月ぐらい、5月過ぎですかね、うん、ぐらいに帰ってこなくなって、まあ、LINE でその、うん、どうしたのとか、どこにいんのでしょうね、はい、今日帰んないの、はい、まあ、今日帰んないのっていうか普通はその2人でローン組んだ家にね、はい、帰ってくるもんだけどね、はい、あ、そう、話してなかったんですけど、その実家が近いので帰れる距離だったんで、自分もそこまで心配しなかったので。なるほど。じゃあそのいろんなことを考える意味でも、で、はい、お腹にね赤ちゃんもいるから、はい、
助けてもらう意味でも実家の方に行ってるかっていう、そういうのもちょっとあったので、うん、まあ、心配してなかったので、うん、大丈夫かなと思ったんですけど、うん、まあ、ある日その、まあ、元嫁の方から、うん、また離婚届、また、はい、それがなんか山乗り越えた感あったけど乗り越えてなかったんです。そうですね、まあ、その離婚届一回その見つけたタイミングで自分の部屋に隠したんですよ、うんうん、元嫁がそういうのを出さないようにというか、あ、勝手にね、勝手に、うん、そしたらその同じやつが同じ封筒に入ってて、うん、そのある日突然いきなりダイニングテーブルの上にこうバッと、でそこにはもう相手のその元嫁プラス証人みたいになるじゃないですか、うん、そこにもう名前が書いてあって、あ、離婚する時もあれ証人っているんですか。はい、あれ必要なんですけど、うん、そこにも書いてあって、もう私の、あと名前を書けばいいだけの状態のものが置かれてんだ。そうですね。え、何だったの これまでの期間って。そうですね、なりますよね。 なりましたね。で、まあ、正直、まあ、その時もう目の前にいたんで、うん、どういうことなのっていうのを話して、うん、まあ、もし離婚するんだったら、うん、その条件伝えた通り慰謝料も払ってもらうし、うん、ローンもそうだし、うん、養育も払わないからねっていうので話して、そしたら払うって言ったんですよね。払う、はい、慰謝料も払うと。ああ、もう自分がお金を払うと、払う、悪いことしたから、はい、うん、それでも自分の中では最初は嫌だったので、うん、まあ、400万だって本当に払えるのかっていうのも、そういうのも聞いてたんですけど、うん、払うって言って、じゃあ子供の養育は払わないからね、それでもいいって最初は言ってたんですよ。もうとにかく離婚したいんだなって思いますよね。もう、はい、で、まあ、住宅のローンも、うん、そこにずっと住んでていいよ、うん、最初言われて、うん、でそのローンは私が払い続ける。とにかく私は離婚がしたいんだ、あなたの条件飲むし、はい、プラスアルファはもうその家もずっと住んでいいよと、はい、うん、もう正直よく分からなくて、うん、なんでだろうっていう、何が嫌なんだってことですよね、はい、でその理由は言ってこないですか。離婚の理由はもうとにかくそのセックスレスだからもう無理なんだってことの一点張りですか。そうですね。そこからじゃあセックスレスがあれなんだったら、じゃあセックスをしようみたいなとこにはなんなかったんですか。ならなかったですね、まあ、それでそんな雰囲気にならないですよね。とか、まあ、妊娠してるしね、まあ、そうですね、そもそも、はい、触るっていうのも正直自分の中ではなんかできなくなっちゃってたのか、向こうもそういうスキンシップがもう、うん、なかったので、うん、まあ、そういった感情にはならなかったんですけど、そこの部分で私はずっとなんでだろうなんでだろうと思って、うん、なんで離婚するのっていうのに対してはその回答しか来なかったので、うん、まあ、その日もその話だけして、うん、元嫁は実家にまあ戻ってっていう、うん、何も分からず離婚したいで離婚届があって、っていう、うん、明確な理由も分からず、ね、はい、彼女の本心も分からず、はい、うん、だけど子供がいるからな、子供が身ごもってる状況の離婚って あるんだな。そうですね、でも子供のこともね気になるし、そうそうで、ね、で奥さん その体もね、はい、出産を控えた体なんでそこも気になるしね、はい、いろいろぐちゃぐちゃになるな。で自分のことも大切だし、はい、その話も全く進まないまま、うん、平行線 で、まあ、もうそこからはもう家に帰ってこなくなってしまって、まあ、実家の方にいるっていう、うん、もう話ができない状況。その奥さんの実家も身ごもってるってことはまあ当然、はい、それは分かってて、はいはい、なんであんた旦那さんとこ帰んないんだ、いやもう私は離婚したいんだっていうところまで伝わってるんだ、はい、そうですね、伝わってると思う、まあ、だって帰んないで、はい、実家に帰ってくるんですもんね、はい、自分の娘が。そうですね。その向こうの親御さんからの連絡とかはなかったんですか、はい、で今どうなってんのうちの娘とみたいな話はなかったんですか。向こうの親御さんからの連絡は一切なくて、うん、逆に私がそのもう全く連絡できない状況になっちゃったので、うん、向こう方の父親と母親に、うん、まあ、LINE で最初文章を送って、でそれでもちょっと返事がなかったので、あら、既読だけされて、あ、既読もない、既読もない、そうそう、既読ないんですよこれが。うーわー、はい、開いてももらっていない、はい、今も既読のつかないままええなんですよ、はい、じゃあもう
連絡の取りようがないですよね。そうですね。で電話しても全く出ないので、ああ連絡つかないなと思って、うん、そのずっと嫁の方、元嫁の方に LINE でその、うん、もうこれ離婚するんだろうなと思ったので、もう条件だけ突きつけるしかないなと思って、うん、もう分かったよと、もうそこまで離婚したいんだったら、はい、この条件で、はい、僕は離婚しますと、はい、うん、根底にはでも一緒にいたいっていうのを、そうね、はい、うん、でももう固くなすぎるもんね。そうですね、本心が分からないので、うん、あのそこの部分を知りたいっていうところもあったんですけど、まあ、条件を突きつけて何回かメール、LINE を送ってたら、急に突然なんですけど、うん、弁護士通知が私の戸建てに来まして、何だろうと思って、うん、なんか悪いことしたかなと。訴えられるようなことはしてないですね。全くしてないです、ね、むしろ訴えたいぐらいですよね、はい、でその封筒を開けたら、うん、その、まあ、元嫁が雇った弁護士さんで、うん、私が出した条件に対してあの一度お話し合いをしたいと。飲めないってことなんだ。そうですね、ちょっと前までは飲めるって言ってた条件が飲めなくなっちゃったの。飲めなくなっちゃった。身勝手だな、はい、だって離婚したくないけどもそんなに離婚したいって言うんだったら、はい、じゃあ条件これって言って、前はそれ飲むって言ってたのにね。そうですね、でそれがやっぱ飲みたくないってなって弁護士さんなんだ。でそこに書いてあったのが、一度そのお話を聞きたいですっていう内容と、うん、その元嫁との接見は禁止です、これ以降は弁護士と私たちと話し合ってください、でいついつの日付にご来社くださいみたいな。うわめんどくさい、行かないといけないんだ、私は何もしてないのにと思ったんで、うん、すぐその弁護士に電話して、その自分はこの条件じゃないともう飲めないです、うん、で話があるんだったら、うん、あなたたちが来てください。そうだよね、なんで行かなきゃいけないんだよって話だよね、はい、そうですね。そしたら弁護士の方から家に来て、あなたの家には行けません。え、何にも言ってこないじゃん向こう何にも言そんなことあるんですか。そうです、もうそこは固くなに自分行く必要なかったので、うん、もう来てください、じゃないと話さないです、うん、っていうのを伝えたら、その相手方の家に行くことはできません、うん、自分はそのじゃあもしこの話をしなかったらどうなっちゃうんですかって言ったら、うん、いやそれは分からないですみたいな濁されてしまったんで、うん、自分もちょっとそうなったら不安になるよね。そうですね、そんなことしてくるんだと思って、うん、正直ここでやっと自分も、まあ、弁護士とか使わないとダメなのかなと思って、うん、まあ、その日、まあ、結局その弁護士とは話を終えて、うん、まあ、また嫁に、連絡を取って、どうなってんだと、弁護士来たけど、はい、直接話そうやでしょ。で自分はもう本当この条件じゃないともう離婚できないからっていうのをずっと伝え続けて、うん、まあ、それでも第三者弁護士雇ってるからそっちで話してくれとの一点張り、一点張り。なんか自分が悪いことしたとか不倫をしたっていうのがもうぶっ飛んじゃってるんですね、はい、そうですね。なので、まあ、正直怖いなとは思いましたね。でもその間もでも出産が近づいてくるんですよね。すまだその時は自分の子だと思ってるんで。え、思ってまだその時はっていうのは違うんですか。あ、そうですね。え、何で分かったんですか。それがその、まあ、結局ずっと連絡し続けてて、うん、6月ぐらいですかね、まあ、条件飲めないともう無理ですっていうのを伝えてて、一回話そうと直接、うん、で向こうもそれを譲ってくれて、じゃあ一回会うかってなったんだ。で自分もその時 の選択肢というか、離婚する理由は何なのかなって考えて、うん、本当に自分のことが嫌いなのか、うん、もう本当に一緒にいたくないっていうのか、うん、もう自分の子じゃないんだなっていうのを思ったんだ。そうですね、その時に。そっか、はい、なんか子供は産もうとするけど、はい、そので不倫も許して、はい、もう一回やり直そうよって言ってるのに、はい、それに応えてくれないってことは、はい、俺の子じゃないのかもって思い始めたね。そうです、はい、で会って言われる、はい、まあ、とある店に入って、うん、まあ、元嫁が座ってて席について、うん、まあ、正直自分と入れない理由もこの2つしかないよねっていうので、本当に嫌いか、うん、自分の子じゃないかどっちかだねっていう、したらそのバッグからこう、ね、あるものが出てきて、うん、まあ、それがDNA 鑑定書。おお、
果出てきて 99.9999% その不倫相手の子ですっていうのが出てきて、それ叩きつけられるの？そうですね。そう、お店でって言ってましたけど、どういう店なんですか、うん、そういう話をする？あ、ファミリーレストラン。ファミリーレストランで、はい、ドリンクバー飲みながら。私はもう何も飲めなかったんですけど。そうよね、はい、自分の子じゃない、はい、っていう。だって自分の子だと思ってお父さんお母さんに子供ができたんだ、はい、でおめでとうって言われて、友達にもおめでとうって言われて、はい、過ごしてきた時間があるわけでしょ、はい、それ全部だってもう嘘の日だもんね。そうですね、嘘つきになっちゃって、うん、本当にまさか自分がこんなことになるとは思ってなくて、本当ちょうどタイムリーにそんなようなドラマがやってたんですけど、うん、まあ、元嫁ドラマ好き一緒に見てて、うん、まあ、固くないそのドラマを見てなかったんで、まあ、いろいろ伏線回収されてったなっていうところがいろいろあるんですけど。ドラマ好きなのにこのドラマだけ見るの嫌がってたなってい う, う、ね、はい、とか、ずっと晩酌好きで毎回帰ったらお酒飲む子だったんですけど、うん、急に飲まなくなった。自分もその子供ができる、それが分かんな、予兆が分かんなかったの で, で2階でそのつわりのがあって、うん、はい、で自分は本当にそういう知識が全くなかったんで、うん、子供のその生まれるっていうのはなんか2階で吐いてるなって、なんで吐いてるんだよ、なんか覚えてんだ。いや、そうです。で、具合が悪いのかなぐらいしか思わないよね、うん、でお酒好きだったので、あの二日酔いで吐いてんだなと思って、うん、飲みすぎたかっつって、はい、そしたらそれが全部あのフラッシュバック、後からね。そうです。あれもあれもあれも実はそういうことだったのかっていうのが分かって、はい、あーと思って、もうこっからはもう鬼になるしかないなと。そうだね、もうだって時間返せだし、はい、家族をもう一回やり直そうと思って立ち上がったことも踏みにじられてるわけですからね、はい、不倫相手って どこの、あのどういう人なんですか？元嫁と同じ職場の、上司。へえ、職場の人なんだ。はい。で、その人は、フリーなんですか？結婚してないんですか？その相手は聞いた話によるとバツイチ。あ、バツイチ、うん、これもすごい話なんですけど、うん、その相手もその嫁、元嫁に不倫をされて。され夫なの？じゃあされ夫の苦しさを本人が分かっていながら、はい、自分の部下と不倫関係に至る。そうですね。ちょっとよくわからない状況になって、はい、そのだって相手も訴えていいわけですよね。あ、そうですね、うん、はい、訴えることはできますね、うん、はい、今はどうしてるんですか？その相手のことはそのままにしてるんですか？一旦はそのようやく今片付きそうなところまで。まず奥さんとの関係が ね、はい、うん、離婚慰謝料っていう形であの請求するような、うん、形で、その不定相手には、まあ、これからなんですけど、うん、あの不定慰謝料っていう二軸でちょっと請求しようかなと、うん、いや、そりゃそうだよね、うん、で、その二人は一緒になるんですか？これはあなたの子じゃなくて、はい、実は私の不倫相手の子で上司でとかって全部話するんでしょ、はいはい、あ、その時聞いた時はあの一緒にいるかわからないって言ってましたね。自分一人で育てていくかもしれないっていう風に言われて、まあ、それはもう自分の中ではもうどうでもいいやって思っちゃって。 そうね、うん、そんなことよりもだもんね、はい、でも実際は一緒に暮らす感じなのかな？そこもまだ話が入ってこない。そうですね、相手その時会ってなかったので、その段階では、うん、とにかく自分はその時にもうその不定相手にもその元嫁にも、あとはそのずっと未読だった両親にも謝ってもらいたいなっていう、うん、そうだよね、はい、直接ね。そうですね。で、会うんですか？そうですね。え、会ったんですか、その後？その不倫をした人と。そうですね、不定相手と会う機会、うん、へえ、はい、離婚に向けてその慰謝料とかそういう話をしていく中で、うん、その新居にある家電とか家具、うん、どうするっていう話を、うん、あの家でしたかったんですね、新居で、うん、まあ、どっちのものにするかみたいな、うん、まあ、だって見ながらの方が早いしね、もう。そうですね、うん、でもその状況で嫁を呼んだんですよ、うん、
でその時にその相手方 の, その年収がどれぐらいあるかっていうのを、うん、あの慰謝料どれぐらい取れるかっていう、うん、まあ調べて、うん、知っといた方がいいっていうのがあったので、過去2年間 の, その不手相手の年収がどれぐらいあるか、そのメインバンクに入っている給与の、ね、そうですね、うん、入出金履歴があれば大体、あ、なるほど、その投資とかなんかどういったところに入ってるのか分かるので、うん、2年分持ってきてくれ、うん、っていうのでちょっと見させてもらって、うん、まあ、あんまりなかったんですね、お金が。そうなんだ。これ取れないなと思って、うん、本当にそこだけ自分なんか優位性というか、自分勝ってるなっていうマウントが取れたんですけど、うん、お金がなかったので、うん、まあ、そこはちょっと一旦いいやと思っちゃったんですけど、まあ、家具の整理して相手の情報が分かったので、その年収だけ、名前とかその時まだ分かんなかったんですけど、弁護士に相談した時は住所とかそういうの全部知っといた方がいいっていうのがあったんですけど、まあ、そこの部分が分からなかったので、うん、まあ、知りたいなっていうところで、まあ、謝ってほしいっていうのを伝えたんですよ。でそしたらその当日なんか近くにいるみたいな、うん、言ってて、じゃあ謝ってもらいたいんだったら謝らせるよみたいな元嫁が言い始めたんで、うん、まあ、その言い方も嫌ですけどね。そうそうそう、謝ってほしいんだったらじゃあ、はい、謝らせるわよって言われても、うん、それは本当の謝罪する気持ちがあるのかどうかわからないけど、でもまあそれでもいいわと、もう呼べと、はいはい、うん、あ、呼べとは言ってないんですよ、そのタイミング。あ、そうなんだ、はい、その日はもう自分そこまででいいなと思ってたんで、もう帰っていいよっていう。なるほど。じゃあもう向こうは呼ぼうと思ったら呼べるけど、はい、どうするって言われて、はい、じゃあもう別に、はい、もういいわっていうような形で帰らせたんですよ、うん、でいろんなその荷物を持たせてその駅の方に帰ってって、うん、じゃあ10分後ぐらいに元嫁から電話来て、うん、今一緒に謝りたいって言うから行ってもいいかなと。あ、向こうから。そうです。そのもう夜だったんで、うん、自分もそんな気持ちじゃなかったんでそう、ね、もうぐったりしちゃって、うん、でもまあ謝ってもらえるんだったら、もしかしてこれ以降もしかしたら謝ってもらえないかもしれないから、うん、まあ来てもらってもいいか、うん、じゃあいいよと伝えます。複雑だけどね、はい、じゃあ本人が謝りたいって言うんだったらじゃあ来てくださいと、はい、うん、20分ぐらいですかね、うん、そしたらチャイムピンポンと、まあ、モニターで見えるんですけど、うん、まあ、そこでこいつかと、こいつかと、うん、ちょっと時間かけて行って、うん、まあ、開けて入った瞬間にその相手がすいませんとまずこう会釈というか謝るというか、うん、で入ってきて、まあ、この度は申し訳ございませんでしたって言って、うん、玄関で2人でですね、元嫁とその不手相手が土下座、うん、あ、まあ、見たくないですけど ね本当はそういう姿を、はい、自分はそれを別にやってほしいわけではなくて、うん、そんなんでね気持ちが済むわけじゃないんだけど、はい、で別にそれで減額するとか、うん、何かを譲歩するわけではないので、うん、自分が知りたいのは真実だってどういった経緯でとか、まあ、そこも正直どうでもよかったんですけど、うん、まあ、とりあえず謝ってほしいだけだったので、まあ、そこでいいやと、うん、で家入って、まあ、情報を聞き出したかったっていうのとちょっとその時感情的になっちゃってたので自分も、うん、まあそれはそうですね、はい、冷静にはいられないし、はい、まあ、その時の格好もちょっと自分は嫌だったんですけど、その格好というのはその相手の、はい、どんな格好できたんですか。ちょっと半袖、うん、短パン。半袖短パン素足、うん、マジで。ちょっと新居に素足は自分も他の友達でもちょっと嫌だなって思っちゃうんですけど、あげたくないしそうですね、もうただですよ不倫相手だしね。そうですね、ちょっとヨレヨレのなんかヨレヨレの T シャツで、うん、俺や謝りに行きたいんだよね。いやでもこの格好じゃちょっとあれかって普通なるよね。なりますね。半袖短パンの状態だってこの状態まずくないみたいに、そんなもう意識もない人なんだ。そうですね。土下座するっていうのももうなんかポーズに見えちゃうね。それはだから俺はもうなんかきっちり勝手に頭の中は謝罪するっていうからきっちりスーツでネクタイ締めてっていうのを俺想像してたけど、はい、半袖半パン素足全然なんかもう全然嫌だなスーツ着りゃいいってもんでもないけど、そうですね、なんかそれでよく来れたなって、はい、だからよく冷静に
まだぐっとこらえた方だと思いますよ。俺もすぐ言っちゃうと思います。いや半袖半パンで出直せってなるところですけどね。そうです、まあ、そ苦しい。今は笑ってられるけど、はい、その時の気持ち考えたらね、はい、おめえから謝りたいって言っといてその格好ねえだろって思うよね。そうですね、まあ、そんなんで入ってきて、で家に上がるんですか。家に入っ、そうですね、まあ、入ってもらったんですよ。自分も話したかったんで、いや、なるほど、経緯をね、経緯、どういう、なんでそうなったのかとか、はい、うん、今までずっと隠されてることを、はい、とにかくつまびらかにここで話してくれと、はい、でそこで話し、まあ、自分もちょっとそういうのを脅迫に値する可能性があったので、うん、ボイスレコーダーと動画ちょっと、カメラで回させていただいて、そうね、撮っといた方がいいもんね、それは、はい、言った言わないにまたなるから、そうですね、っていうのはちょっとちゃんと予備策でやってたんですけど、なんでこうなっちゃったのかっていうよりも子供をちゃんと育てていけるのかなっていうふうに自分は思っちゃって、その、まあ、その預貯金を見ちゃったっていうところがあるので、うんうん、大丈夫なんですかみたいな、ちょっと小バカにしたように自分も言ったんですよ。その預貯金が少なかった、うん、自分でさえその何百万ありますよって、うん、大丈夫なんですかって言ってた元嫁が、うん、バカにしないでよと、ちょっと待ってくれと、自分の味方じゃないんだなと。味方ではもうないでしょうけど、でも味方じゃなかったとしても言っちゃダメですよね。だって唯一いろんな思いが、その本当はそんなこと言いたくないだろうけど、せめて吐き出させてよっていうね、それも封じてくるんですか向こう。そうです、バカにバカにしないでよ、バカにしないでよ、いや、ちょっと待ってってなるね。あなたたちが謝りたいって今来たんですよね。で今ここに来てるんですよね。でお腹の中の子供は、その僕からしたら全く関係のない子供なんだけど、はい、でも心配になったんで、これで本当にちゃんと育てていけるんですかって聞いたら、バカにしないでよって、はい、それもう、あ、もういいです、もういいですって俺ならなっちゃうけど、はい、いや、もうなんかそれで自分もなんかポッてなっちゃったのか、うん、言い返しちゃって、言い返しちゃって、まあでも言い返す権利はあるけどね、はい、それで嫁を睨みつけたんですよ、うん、何言ってんだよみたいな、うん、したらその不手相手の人が、うん、あんまり睨みつけないでくださいとなんか漫才やられてて、正直そこはちょっと笑っちゃったんですけど、いや本当ね、はい、いや何しに来たんですかだよね二人で謝罪なんで、さっきまで玄関で土下座してた方ですよね、はい、はあ、もうちょっと、もう入れるんじゃなかったと思いますね、そんな風になるんだったら。そうですね、でもまあ情報を聞かないといけないから、はい、でその時にバツイチでっていうのとかも詳しく聞けて、うん、ああその時に聞いたんだ、はい、でその時に実は僕も不倫をされたことがあるんですっていうのが分かった。嫁にはそういった情報を聞いてて、詳しい内容を聞けて、うん、でその慰謝料は自分この金額で、うん、払ってもらえますって言ったら、なんか自分のその嫁にされた時の話をしてて、されたんですよね。経験者だからね。経験、そうです。され夫の経験者でもあるから、はい、だいたい相場これぐらいですよみたいなこと言ってくるの。言ってきたんで、うん、そもそもそういった次元が違うんですよっていうのは自分は説明して、いやちょっともうなんか日本語が伝わる人じゃもうないですよね。そうですね。結構難しかったですね。もう感覚がもうまるで違うから、はいはい、よくそんなこと今言えるねだし。そうですね。で自分の時はこの金額だったんですみたいな、うん、知らんしだしね、はい、で家具家電の話してたんじゃないですか、うん、その前、うん、どっちが何を持っていくかとか、そ、はい、うん、それは自分の時は嫁にあげましたみたいな、うん、いいそんなお前からのアドバイスいいよ何され夫としてのアドバイスしてんだよ自分はもう正直そこで、まあ、この二人はもう生かしちゃおけないなと思ってそうだね、もう絶対に許さないってなるね。でもうそれでも2時間ぐらい話して、うん、もう時間も取られるしね、まあ、聞けた時に一番自分がショックを受けたのが、元嫁が結婚指輪をつけてなかったらしいんですよね、出会った時っていうか、まあ、その社内で、社内で、うん、でなんか結婚したっていうのも言ってなかったみたいなんですよ、出会いというか、これ全部聞いた話なんですけど、そのレスでみたいな、セックスレスなんですっていうのを自分でその公言してて、
上司に、上司とかその周りに伝えてて、それを聞いた時につけてないっていうのもまずないなっていうのと、うん、そうね、そんなことを言わなくていいんじゃないかなっていう、わざわざね、はい、指でも指輪取ってまで私最近してないですよねって言っても言ったら誘いかけてるみたいなことだもんね。そうですね、はい、もうそれも後から聞いて、逆にでもそんな話を家に上がり込んで何をしだすんだろうっていうすごい2人だね。そうですね。でそこはどうやって落ち着いたんですか、その家に上がり込んできて、はい、謝罪の気持ちがあるのかないのか分かんないけど、その、はい、つまびらかにいろんなこと話してきて、最終的に話の進展はなかったんですよねその謝罪だけっていうあれできたんで、あ、その慰謝料がどうのこうのっていう話をする気ではないみたいなことを向こうからすると、そうですね、なんなら低い金額言われてるわけわからないこと言われたんで、うん、その逆にダメージを受けただけと言いますか自分何にもね、得るもの何もないでしょ、何もなかったですね。そのお金もなければ取れるものもないし、うん、結果どうなってるんですか今は。あ、結果その後日、うん、3人で会って、まあ、これも自分弁護士は雇ってないんですけど、相談ベースでちょっと話してて、その証拠となるものがないと、うん、請求できないっていうような、なるほど、慰謝料、認めてても。そうです。お腹の中のその子供が 99.9999% その、不貞行為の人の、はい、でもそれダメなんですか。まだその時ごめんなさい、 DNA の鑑定書とかがなかった時タイミングだったので、最低その婚姻期間が短いとまずもう相場50万ぐらいで、弁護士やったとほぼプラマイゼロぐらいになっちゃうっていうのがあるんで、うんうん、まあ、DNA 鑑定っていうと最後 その出てきたタイミングだとおそらく多分200万ぐらい取れても、うん、でも婚姻期間が本当に短いっていうのがあったので、まあ、でもそれでも証拠として、今回離婚慰謝料で取るものだったので、うん、不貞の方で後日取るっていうところで証拠が必要だったんで。なるほどね、はい、でもその証拠はないでしょ、その不貞行為を示す。あ、それもしっかり私取って。あ、取ったんだ、はい、それが念書ってもので、うん、自分の意思で書いてもらうものなんですけど、うん、そうか、私は、誰々とそういう体の関係を持ちましたって念書で書くんだ。そうです、うんうん、でプラスその下に慰謝料を誠心誠意支払いますっていうのを、うんうん、払う意思があるってこともちゃんと念書に書いてもらって、はい、 うん、でその案を自分が一旦書いて、うん、もし問題なかったら自分の意思で書いてくれっていうので、またファミリーレストランなんですけど、うん、呼ばせてもらって、うん、まあ、こういったものを。うわ、生々しい、はい、念書だ。同じ内容なんですけど、その相手方が名前のところが違うっていう、私宛てに書いてもらっているっていう。これとこれ、はい、汚いじゃんショックだな。反省してる人の字じゃないよね。そうそう、殴り書きな感じです、ね、むちゃくちゃだな、もう、はい、こんなことあるんだな。もう念書の書き方がもうすごい嫌だなもう見せたいけど見せれないの、これ筆跡で分かるから、そうですね、カチンとくる念書の書き方だなこれ肉体関係の回数まで。あ、そうです、それも書いてた方がよりその請求するときに、うん、まあ、増額といいますか、うん、っていう話を聞いたので、まあ、そこまで自分は書いてもらって。書いてますね、はい、これ10回自宅において肉体関係を持ちって書いてますね、はい、10回なんて。不貞相手の方がなんかずっと止まってたんですよね、うん、書くの、そこの回数のところ、体の関係を持った回数のところで止まってんの。止まってて、嫁はもうスラスラされて10回みたいに書いてて、うん、まあ、その時に不貞相手がこの回数は本当の回数を書かなくちゃいけないんですかみたいな。そりゃそうです、なんで嘘の回数ね、はい、正直覚えてないです、だからこれ書けないですみたいなのを言い始めて、まあ、正直そこはもう自分としては何回でも変わらないかなって思ったんですけど、まあ、嫁は10回ってスラッと書くけど、はい、その不貞行為のあった男性は書けないほどもうしてるってことよね、はい、そうです、10回どころじゃないってことよね。っていう、そうです、そうですね、もうやだもうしんどいね、もうしんどいことが
予想もしないことがどん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 起きて、はい、脳がなんつうのもう機能停止しちゃうようなことだらけ、まあ、いやもうこの念書の字だけ見せたいけどもマジでムカつくよ人の念書だけどこんな汚い字で念書って書くかね。いやムカつく。でちゃんと自分はちょっと この時も、うん、まあ、会社の上司なんですけど、まあ、先輩社員に後ろに2人呼んで自分がまあないんですけど感情的になって何かやるとか、うん、怖いんで一応後ろについてもらって、うんうん、ちゃんとね見守ってもらっとかないと。そうですね、っていうのもしっかり対応はして。じゃあ今はまだその何もこう得られるものはない状況ですか。相手から、はい、慰謝料なり何なりとかきっちりと支払われたってことではないんですよね。慰謝料は、離婚慰謝料っていうのはもう終了しました。なるほど、はい、解決。じゃあ不定慰謝料は次は。そうですね、うん、で結局離婚っていうのはもう成立したんですか。あ、そうですよ、離婚は成立しました、うん、まあそうだね成立っていうかもうせめてねお腹の中の子が自分の子だったらまだその家庭は守ろうと思うけども、自分の子でもないんだったらね。そうですね。自宅は、自宅は本当に2日前に売却のあれが決まりました。決まったんだ。え、価格は一応上回りました。あ、よかったね。そこだけは本当にせめてね。そうですね、うん、まあ、よかったのかどうかあれだけどでもせめてね。そうですね、そこだけはよかったかな。そっか、でも急にね不意に奥さんの不倫が分かってからこっからもういろんな気持ちがこうね踏みにじられて踏みにじられて、はい、まあ、今もねその心中穏やかじゃないでしょうけど、はい、この不倫さんいらっしゃいに出ようと思ったのは何でですか。リスクがあるじゃないですか、はい、だって自分のね恥部を晒すっていうか、はい、思い出したくないことを話さないといけないけど、はい、なぜ出ようと思ったんですか。正直その、まあ、SNS とかで同じ境遇の人いるのかなっていうので、うん、見てたんですけど、うん、まあ、いろんな方がいて自分飛び抜けてやっぱりすごいんじゃないかなと。なるほど、はい、その経験してきたものだね、うん、でそこの部分で、まあまあ、正直経験値としては自分ワンランク上がったかなっていうのと、うん、まあ前向きにもう前向きに捉えるしかないもんね、はい、せめてもの、はい、っていうところで、まあ、誰かのためになったらいいなって。これをシェアしてね、そうですね、うん、同じ苦しい思いをしている人がちょっとでも和らいでくれたらとか、はい、なんかその気持ちを代弁してくれたらっていうことですよね、はいはい、で実際どうですか、これからねまだ人生続くわけですけど、はい、恋愛をしようとか結婚しようっていうのって考えてますか。そうですね、やっぱり自分の 子ではなかったんですけど、こう身ごもったというか、うん、そのできたと思った時は嬉しい、うん、そうだよね、気持ちになったので、うん、やっぱり結婚したいというのと子供は欲しいです、ね、リアルに欲しいしね、はいはい、お父さんお母さんには何て言ったんですか。もう正直にもう話すしかなかったんですか。あ、そうですね、すごいそれも心苦しかったんですけど、家帰って最初にもう電話で生まれるっていうのを伝えて、うん、久しぶりにそれ1回目伝えた時から2回目家に帰った時に母親からもうすぐ子供生まれるよねって、で元嫁の名前、うん、大丈夫みたいなって言われて、違うんだけどなって。でもその日にもう言うことを決めてたんですけど、うん、父親がまだ帰ってきてなかったので一緒に伝えようと思って、うん、じゃあしばらくすぐにはお母さんには言えずに、うん、そうですね、自分の実家の部屋でちょっと父ちゃん帰ってくるまで待って、待って、で帰ってきたタイミングでごめんと、まあ、自分の子じゃなかった、うん、っていうのを伝えて絶句でしょいやもうそうですね、まあでも本当にいい両親というか、うん、一番自分が辛いと思うからっていうのは言ってくれて、うん、まあそうね、まあ、自分のそのあとはやりたいようにやりなっていう、うん、まあ、訴えるのもそうだしっていう、うん、支えるよって言ってくれたんで、ね、はい、だってそんな思いも、はい、お父さんお母さんにその実は
自分の子供じゃなかったんだっていうことも、うん、精神的な もうものすごい苦痛じゃないですか。言わなくていいことだし、そうですね、はい、お父さんお母さんも喜んでね、おめでとうって本当に思ったことが実は嘘だったんだってことになるから、はい、もうみんなが苦しんでるよね。そうですね。じゃあ最後に不倫とは何なのかっていうのをちょっと聞かせてもらっていいですか。まあ、不倫をしてる人じゃないですけど、不倫をされた人からすると不倫とは何か。正直に伝えると、うん、まあ、今回経験したことで言うと、まあ、なんかお金があれば不倫できちゃうのかなっていう、へっていうふうに感じた。感じちゃいました、ね、だ最終的にはお金 で, ないで、ね、うん、解決していくからね。そうですね。あ、なるほど。でもお金より自分は愛だっていうふうには思ってます、うんうん、そこは。でまたね、はい、こう次出会う人とこうきちんとまた愛を育んで、はい、本当に自分のね子供を抱えた時にはまたいろんな感情があふれてくると思うんで、はい、ぜひこの先ね、はい、幸せな家庭を築けることを祈っております、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。140文字の心残りは Google フォームで受け付けております。皆さんの投稿お待ちしております。